皆さんこんにちは、シジローです。毎週恒例紹介銘柄週間報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。シジローの米国株ノートを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の優良個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンス会員です。メンサイプライベートに関してもノートでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、シジローの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロリディファームです。今週も上昇。週間騰落率はプラス 2.3% です。次の銘柄はアートアスクエアファーマです。今週も上昇。週間騰落率はプラス 5.7% です。来週の株価展望を紹介します。ロエティファーマ30連続の上昇。8月8日に決算発表予定です。アーブダスバイファーマ5週連続の上昇。8月1日に決算発表予定です。個別株の推移を確認します。今週も小型株が大きく上下した1週間でした。 AI 需要で支えられた銘柄の騰落に合わせて、小型株や出遅れる銘柄が大きく変動する相場が継続しています。決算シーズンに入り、ボラティティがさらに高まってきているので注意が必要です。今後の投資についてお話しします。週間騰落率 S&P500 マイナス 0.83%、ナスダックマイナス 2.08% でした。今週は決算による影響でボラティティが大きい1週間でした。テスラやアルファベットは株価が急騰していた反動で決算後に下落しました。今期はハイバリエーション化した銘柄が売られる場面も見られるので注意が必要です。また相場全体は PC や大統領選の展望でセクターローテーションが発生しており、方向性には欠如です。最後にシジローの来週の投資戦略は冷や休時です。来週は大型決算、 FOMC、 ISM、 雇用統計に注目しています。随時配信で景況感変化など発信してきますので、合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ見ていただけると嬉しいです。ノート、X も毎日相場について更新してんでフォローお願いします。以上、シジローでした。また見てください。